はい、ありがとうございます。この暑い中をしっかりと3つの祈りの心を深めていただけましたでしょうか。祈りの心を深めれば深めるほど頂戴できるご利益、金運アップのパワー、そして宝くじ当選のパワーは増大していきます。ですからご自宅でもお手元のマカハンニハラミッタ神経をお唱えをしてください。やはりお経をお唱えするというのが祈りの心を深めるために一番適しております。般若心経を一遍に唱えるとちょっと大変かもしれないので、3分割5分割していただいて構いません。しっかりと3つの祈りの心を深めてください。さて、1本目の柱、祈りの心を深めるということについて実践をしていただきました。もう一つの柱、皆様方の霊性、魂レベル、心のレベルを高めるために何をするか、吉蔵君の教えを実践していただきます。皆様方のお経本の間に教えが挟み込まれております。私のは黄色い用紙なんですけども、ピンクの用紙の方もいらっしゃるようですね。タイトルがサマージャンボ宝くじで高額当選を狙う本気で願いを叶える祈り方という教えが挟み込まれております。これが今回の吉蔵君の教えです。まず一つ目、お願いをするとき、祈るときにちゃんとなぜ怖いということを明確にしてお祈りをしてください。これ重複寿司に郵送して送られてくる絵馬、直接絵馬掛けにかけられる場合には私が見るチャンスがないんですけども、郵送で送られてくる絵馬は私がお唱えをして、仏様の前でお唱えをしてから絵馬掛けにかけます。書いてあることね、宝くじ一等が当たりますようにとか、10億円が当たりますとか、みんな願望を前面に出してるんですね。もう欲望の塊でございます。その時に大切なのが、10億円なぜ必要なのかということです。何かをするためにお金が必要なわけですよね。お金がいっぱい10億円あってベッドに敷き詰めて寝る、まあ一晩ぐらいそれで気持ちいいかもしれませんが、あといらないですよね。お金が目的ではありません。お金を何に使うか、何をするかというのが目的です。そのホワイということ、なぜ必要なのか、なぜお金が必要なのかを明快にする、これがお願いをするときの第一ポイントです。二つ目のポイントは、みんなのためにというのをその願いの中に1割でも2割でもできれば3割ぐらいのパーセンテージ入れてほしいんです。先ほど申し上げました、自分のことしか考えない人は吉蔵君のご利益はいただけないよという話をしましたね。なぜならば吉蔵君はあなたにお金を差し上げれば世の中のみんなを幸せに導いてくれるよねと信頼をしてお金を、宝くじ当選をくださるわけです。ですから自分のことだけを考えるのではなくて、みんなのためにというのをぜひホワイ、なぜの中に組み込んでください。心から思ってください。これ表面面で書いてもダメです。絵馬で私がこういう話をするので、絵馬に書くんですね。皆さん、宝くじ1億円当たりますように、当たったらみんなに少し分けます。おいおい、付け足しかよって話ですよね。もうすぐ心の浅さを見透かされます。心の底からみんなのために使うんだって思えた瞬間に、一気にね、ご利益パワーというのが高まります。金運がガンと上がります。これ実は第1回目のご祈願祭はキトロさんいらっしゃってたんですね。キトロさんというのは昨年の11月29日フジテレビ噂のお客様で、その時11週連続で宝くじが当選しておりました。ただそれはあくまでもその収録の時11週、その後年内が3週で、年明けてまた11週、合わせて25、6週ぐらい当たったのかな、そういう方です。実は毎年25、6週当たってるんですね。でその方の生き方を見てると、
3分の1は必ず寄付をします。これ吉蔵君の教えの中で、なんだっけな、定期収入、違うな、臨時収入3分の1ルールという教えがあります。定期収入は別ですよ、生活しなくちゃいけないから。でも宝くじというのは臨時収入です。その3分の1は自分のためではなくて人のために使う寄付をするということです。その3分の1ルールというのは3分割します。臨時収入を3分の1は自分のために使っていいですよ。3分の1は家族、お友達、親類縁者、日頃お世話になっている方へのご恩返しに使ってください。残りの3分の1は見たことも聞いたこともない人のために寄付をしてくださいということです。その教えを実際にキトロさんは実行してらっしゃるんです。だから毎週当たるんです。毎週お礼参りに来られます。ぜひ自分の心のちゃんと奥底にみんなのためにというお金の使い道をしっかりと刻み込んでください。いただけるパワーが違う、ね、そして最後3つ目、強く強く念じることです。当たったらいいなでは当たらないんです。必ず当たる、そのためには必ず当たると確信持つためにはホワイをちゃんと明確にしてない限り確信持てません、ね、自分はこれをやるためにこのお金が必要なんだっていう心の底から思えば自然と祈りが深まるんです。強くなるんですね。強く強くお祈りするというのが3つ目のポイント。ホワイ、なぜを明確にしてください。みんなのためにというキーワードを必ず入れてください。そして強く強くお祈りしてください。この3つ、これをぜひ実行してください。実行しなかったら何にもならないんですよ。よくあるのが、和尚さん今日の話いい話だったねっていう方います。いい話で終わったら何にもなりません。何にも変わりません。行動に起こすか起こさないかで皆様方が大きく変わるんです。私の辞書にございます、思うだけなら誰でも思う。差がつくのは思ったことをすぐに実行する人と思うだけに終わってしまう人との行動力の差で決まるんです。このように吉蔵君の教えにございます。ぜひ皆様方は3つの教えしっかりと実行して吉蔵君のご利益たっぷりと受け取ってください。そして昨年ここら辺に立たれてた方、昨年はね皆さんここに集まったのでここら辺に集まっお立ちになってた旦那さんがサマージャンボ1等の5億円当選しております。翌週にお礼参りに来ておりますね。しっかりと皆様方もお祈りをして祈りの心を深め霊性を高めて吉蔵君のご利益をたっぷりと受け取っていただきたいと思います。以上で第2回目のご祈願祭終了させていただきます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。では吉蔵君にお祈りされる方は順次ソーシャルディスタンスと取りながら吉蔵君にお祈りしてください。どうぞお進みになっていただいて結構です。はい、吉蔵君、無理に吉蔵君を